どうもこんばんは、イサムです。今日はですね、消費者庁が加圧シャツを扱う会社9社に対して、景品表示法違反に基づく再発防止の措置命令というものを行ったというニュースが22日に出たと思うんですけど、まあ、これがちょっと話題になってるんで、この話をしようかなと思います。で、具体的には消費者庁が調査したところ、2社は根拠を示す資料を提出せず、残りの7社は資料は提出したものの根拠は認められなかったと。で、具体的に加圧シャツは知ってる方が多いと思うんですけど、今回、命令を受けたものの商品は計15点で、全部ポリウレタン製で伸縮性があるもので、値段はだいたい3000円から4000円のものというところになっていますと。で、まあ、ようやくかっていう感じはあるんですけど、この加圧シャツの会社が歌ってるのは、これ着るだけで筋肉がつきます、着るだけで腹筋が割れるとか、あとは着るだけで痩せるとか、1週間でマイナス5キロとか、まあ、そういったことを歌ってるんですけど、すごい大々的に結構ドンキとかに置いてましたよね。まあ、そんなわけがないと皆さん思うと思うんですけど、20億円売り上げてる会社もあるみたいで、それだけ信じて買っちゃう人が多いんだなっていうことを僕も改めて知りました。で、騙されて買ってしまってるわけで、なんかそれがはっきりとこう消費者庁の方から根拠ないよっていうニュースがちゃんと出るっていうのはすごくいいなと思いました。で、やっぱ着るだけで効果出る、食べるだけとか、そういったものをやっぱり信じないことがまず大前提にあった上での話なんですけど、僕もこの加圧シャツ買ったことあるんですよ。着たことあって、で、結構前なんですけど、でも、なんていうんですかね、やっぱりね、締め付け感は確かにあるんですよ、着るだけで。で、締め付けられると自分筋肉ついたなっていう錯覚に襲われるんですよね。なんかちょっとサイズの小さい T シャツとかを着たりとか、あと自分の体大きくなってから前着てた T シャツとかを着ると、 T シャツが小さく感じる分体が大きくなったっていう風になんか錯覚する感じって分かりますかね。なんかそういうのがあって、でそうするとちょっと気分が上がるんですよ。あ、体でかくなった、よしみたいな。その時僕体大きくしようと思ってたので、今だったら思わないかもしれないですけど、大きくしようと思ってる方は多分思うと思うんですよね。で、それだけを言うと別に悪いことじゃないというか、気分が上がることなんで、別に着てどうだとかじゃなくて気分が上がる、この気分が上がるっていうのはすごくいいことだと思います。他の、好きな T シャツ、好きなデザインの T シャツ着て気分が上がる、それとまあ何ら変わりないと思うんで、それはいいかなと思います。例えばエナジードリンクとか、ああいうもの、疲れた時とか飲んで、よし頑張ろうとか、ああ元気出てきたなとか、そういって思うこと、別に悪いことではないじゃないですか。でも、じゃあ具体的にそのエナジードリンクがどういう効果があって、何が入っててどういったものなのかっていうことを具体的に知ってて飲む人ってそうそう多くないと思うんですよ。なので、まあ、それと同じような感覚ですよね。はい、気分が上がることっていうのは別に悪いことじゃないなと思います。はい、まあ、ということで結論としては、とにかくやっぱり筋肉は裏切らないっていうこの有名な言葉がある通り、自分でトレーニングして筋トレして、くびれようくびれようと思いながら一つのことをやるとか、そういったトレーニングをすることは絶対裏切らないという効果出るんですよ。はい、ちゃんとやれば。なので楽してどうだっていうものを当てにせず、当てにしちゃってもいいけど、しちゃってもいいけど、最悪いいけど、トレーニングはちゃんとやる。同時進行だったら別にいいわけで、こっちの効果が出ればいいわけなんで、まあここはこういうニュースが出てもやっぱ信じちゃう人っていうのはね、減ったとしても残るとは思いますが、こっちも一緒にやればいいんですよ。やっとけばいいんで、こっちは裏切らないから。はい、なので、改めてですね、着ただけで痩せるとか、食べただけで痩せるとか、そういった飲んだだけで痩せるとか、そういったものを信じることはせずですね、信じることはせず、ちゃんとご自身でやっぱり最初は努力とか根気とか、そういったものが必要になってきますけれども、その中でもやっぱりジム、パーソナルトレーニングとかジムとかいっぱいあると思うので、自分が楽しいと思えるものを見つけて、継続して、ちゃんとトレーニングをしていくというところを忘れずというか、忘れるというか、頑張って取り組んでみていただければ、
僕たちはそれをサポートしている方なので、本当にそういう人が増えてくれると嬉しいなと思うし、そういう人が増える方が確実に、痩せていく人が増えていくので、なんとかね、騙されている人が減って、実際に効果がちゃんと出てる人が増えていけばいいなと、願っております。ということで、今回は、加圧シャツの会社に対して出た、措置命令に関してのお話をさせていただきました。僕もこの和服を着るとすごくテンションが上がります。ぜひ皆さんもテンションが上がるものを身につけて、テンションが上がるものを食べて、テンション上げてトレーニングに励んでいきましょう。必ず効果は出ます。筋肉は裏切らないです。はい、頑張っていきましょう。それではまた明日。